こんにちは。4月14日月曜日、午後の FX フラッシュです。Forex TV Japan の高畑がお送りします。平日のこの時間は、今日1日の東京マーケットの値動きと、為替の今後の動向を読み解く上で、材料となるトピックについて解説します。それではまず、今日の東京市場の主要通貨の動きからです。今日の日経平均株価は前日比400円ほどマイナスの 12,900 円前後での推移にとどまりました。また日経平均だけでなくその他のアジア株もマイナス圏での推移となったことを受けて円買いの流れとなっています。リスク指向回避の円買い圧力が優勢のようです。